なんだろうあれ、初めて見る。邪行鹿だ。カラフトアイヌはオポカイと呼んでる。牙があるからオスだな。邪行鹿はうまいのか。いや、肉が美味しくないし、毛皮も売り物にならねえ。ただオスはチンポとヘソの間に邪行腺という分泌液を出す部分があってな。嗅いでみるか。くっさい、おしっことあちゃの脇の匂い。これを乾燥させると邪行という漢方になる。薄めると香水として異性を引きつける効果があるそうだ。まあ俺は香水なんぞなくても女が寄ってくるけどな。ふう、全身が邪行。おい白石、見ろこれ。あ、うんこだ。まだ湯気が立ってる。近くに大きな獲物がいるぞ。それさっき俺が出したうんこだよ。アシリパは白石の野草を見ていた。